就任配信だったのに、最近毎日配信している。急にやる気出してきた。投資系 YouTuber 花子です。私はこれをツイッターに書きました。アップル百パーセント投資してるんですが、どう思いますか？というご質問ですが、個別株一本にしている時点で金持ちの遊びなんですよ。私も財産資産、投資と金持ちの遊び投資と分けているので。 その質問するなら、金持ちの遊び投資、ルネッサンスですね。投資をする人にはいろいろタイプが分かれています。1、生活に必要な分とは別にして余剰資金で投資している人、基本積み立て妊をして余っている分を S&P 連動投資信託を中心にしているが、投資総額のうち30%はレバレージ ETF などを買っている。 2. 米株買えば確実に儲かると思っているので生活費に必要な分までギャンブル投資。信用取引 CFD そしてレバレッジ ETF に大きく投資。3. お金持ちなので1000万円ぐらい溶かしてもいいので大きい金額でギャンブルみたいにかけてみたい。この3タイプに向かって動画を配信しているわけなので当てはまる人と当てはまらない人がいます。私が金持ちの遊びをしようじゃないかと言っているのは 1>, 1と3の人で2の人は絶対真似をしないでください。詳しいことはこの危険、米株初心者絶対してはいけない買い方を見てください。まず、レバレッジとは何でしょうかレバレッジとはテコの作用ということですが、持っているお金の倍数でかけることができるということです。例えば1000万円しか持っていないけど、3000万円分投資することができる。だけど20%下落したら、3000万円かける 20%600 万円損をする。 つまり、1000万円預けたお金が400万円になって終了ということです。20%下落したら追加のお金を入れないと強制終了ということで、まだ待てば上昇するかもしれないのに、そこで退場しないといけなくなる。ということは、そういう人が多いから20%下落すると強制ロスカットでさらに株価が下落するということです。それがコロナショックの35%株価下落の時ですね。 すぐに回復した理由は持ちこたえられない人が損切りをしてお金を持っている人が拾って儲かったということです。信用取引の場合はお衣装を入れれば強制終了は避けることができます。その追加のお金のことをお衣装と言います。でもレバレージかかってどんどん下落していく相場でどれぐらいの人がお衣装を追加するでしょうか株の信用取引は日本では3.3倍まで。日本では米国株の信用取引はできない。 信用取引に似たものに CFD がありますが、CFD には追い証がなく、5から50倍のレバレッジをかけることができる。例えばこのようになります。楽天証券の場合は、レバレッジは株価指数 CFD は10倍、商品 CFD20 倍。SBI 証券は、レバレッジは20から60倍程度。IG 証券は株式 CFD5 倍、株価指数 CFD10 倍、商品 CFD20 倍。 債券先物 CFD50 倍。でも、お衣装がないということはいいことでしょうかレバレージを50倍とかかけていたら、1000万円かけていたら5億円ですからね。2%下落したら1000万円がなくなります。そういう人が先週の2%下落で驚くんでしょうね。50倍とかありますが、お衣うがないとは言っても、損したら全部なくなります。だから、いくら金持ちの遊びとは言っても、信用取引や CFD はおすすめできません。 そこで、レバレッジ ETF ならそこまで危険ではないということになります。でも、レバレッジ ETF に1億円投資して10%下落したら1000万円はなくなりますからね。レバレッジ ETF でも10%、20%は下落しても普通です。それでも損切りしないで耐えることができるならうまく儲ける可能性もあるんではないでしょうかということです。だから CFD は反対です。普通の株の信用取引なら3倍ですが、CFD は50倍などあるからです。それでは、信用取引や CFD よりも 安全なレバレバッジですが私のメインの口座はアメリカの証券会社ですが日本の楽天証券で積み立てに者はしています。 アメリカ国籍なので、米国個別株と ETF は取引できない設定にされているので、日本の投資信託しか買えないので、アメリカの証券口座で私は ETF などは買っています。楽天で取引しているレバレッジ ETF にはこれらがあります。2020年に日本で登録されているディレクシオンのレバレッジドインバース ETF のうち、日本で特に人気があるのは SPXL、SPXS、 TECL, TNA, TZA, TECL, TECS, SOXL, SOXS, NUGT, DUST, TMF, TMV です。中国株のレバレッジはやめた方がいいですよ。楽天で米国 ETF のダントツ人気1位は SOXL です。私も半導体に関しては結構調べてきていて、半導体は世の中の中の中心的存在だと思います。だから、俺たち花の半導体組という再生リストを作っているぐらいです。 そしてこれから自動運転 EV 関連が急速に進んでいく世の中になるので Nasdaq というか半導体だと思います半導体会社を一つ一つ調べていくと政治関連の話が見えてきます これほど地政学の関係ある業種はないというほどです。だから面白い。そしてそもそも最近上場の IPO の SARS 会社と違って赤字の会社が半導体には少ないです。少なくともこの SOXL の銘柄ですが、前回紹介しましたが、Amazon と最近のテック系 IPO 会社比較してみてください。直近3ヶ月の Amazon AWS だけの売上は1万3000億円、1.3兆円。 営業利益が4000億円。しかし株価は10%上げただけ。クラウドストライク、売上四400億円。営業利益、損失で40億円赤字。しかし株価は51%上昇。オクタ、売上三360億円。営業損失300億円。株価は9%下落。スノーフレーク、売上三310億円。営業損失230億円。 過去1年の株価11%上昇。パランティア、売上上百446億円。営業損失103億円。1年の株価は23%下落。シフトー・ペイメント、430億円の売上営業損失6.4億円。過去1年の株価は12%下落。クラウドストライク、オクタ、スノーフレーク、パランティア、シフトー・ペイメント、全部営業赤字で。アマゾンの AWS だけの売上に比べて1 32分の1の売上です。話は戻りますが、楽天証券でも、 米国 ETF 人気一番の SOXL ですが私も同意です中身については前回の動画で紹介したのですが構成銘柄はトップ10で72%構成しています 全部では35名柄です35%ぐらいは国債で10%スワップが入りながら残り55%が半導体会社ということになるんですが7ヶ月前に SOXL 動画を出した時から下落した時にちょっと試しに買っていたんですがまあ私は保守的なのであんまり買っていないんですが経過を見るのは楽しかったです7000ドルぐらい買って金曜日に8%下落したものの40%上昇の3000ドルプラスです 買うだけで売ってはいません。これが9月末に下落した時にはマイナス2000ドルぐらいだったんですが、落ちた時がやっぱりびっくりしますね。これが10倍の700万円投資していたらやっぱりビビると思います。30%下落で1日マイナス200万円とかになったりしますからね。でもこのようにマイナス30%をほっといたら12ヶ月でプラス40%です。だから SOXL の場合は30%を1日下落が当たり前だと思っておかないと、もっとひどい時には50%下落ぐらいになるんじゃないか と思います信用取引だったら強制ロスカットにななったりりしますすすが現物取引の場合は見ない,ふりをすればいいいふをればだけですトップ10銘柄はこちらですが前回トップ10のマーベルテクノロジーは調べたことがないけど赤字なのでダメだと動画で言ったんですが間違っていたかもしれませんその後よく調べてみたらとんでもない買収をしていましたマーベルテクノロジーは来週12月2日が決算発表です この経済産業省が作成した半導体メインプレイヤーにマーベルだけは入っていないんですよね。1995年創立、2000年6月上場、過去1年で株価は60%上昇。マーベルテクノロジーはデータインフラストラクチャー半導体ソリューションを提供する会社である。 主に世界をつなぐデータインフラ技術の提供に取り組む。顧客のニーズに合わせて設計された半導体ソリューションを使用し、データを移動、保存、処理、保護する。子会社であるインファイコーポレーションは、通信及びクラウド市場向けのアナログとミックスドシグナル半導体ソリューションの提供に取り組む。インファイ社というのは、インファイ社光インターコネクトによる高速データ移動、10ビリオンダラで買いました。つまり1兆円です。2020年10月にインファイ社と合併。 一兆円は大きいです。インファイは光インターコネクトによる高速データ移動のグローバルリーダーです。同社の製品、ポートフォリオには、レーザードライバー、TIA、 PAM コヒーレント DSP データセンター用インターコネクトなどがあります。マーベルによるインファイの100億ドル規模の買収が完了。今年の4月の記事ですが、マーベルはメタルケーブルによりデータ転送を行うチップを提供していますが、インファイは光ファイバケーブルでデータ転送を行うチップを製造しており、 ハイパースケール顧客には絶大な人気を誇っています。そして他にも買収がたくさんあります。アベラ半導体ソリューション、593ミリオンダラーで買収、600億円ぐらい。2019年11月5日、当社はグローバルファンドリーズ社の ASIC 事業であるアベラ社の買収を完了しました。アベラ社は ASIC 半導体ソリューションのリーディングプロバイダーです。当社は ASIC 設計能力を拡大するためにアベラを買収しました。 アベイラをグローバルファンドリーズから買っていますが元はここ AMD で今でも AMD が出資してるんですよね AMD と IBM のスピンオフでファンドリー製造する会社としては第3位 経済省のの半導体主要プレイヤーのリストに載っていますそして他の買収がアクアンティアコープ社債ネットワーク452ミリオンダラ約500億円2019年9月19日当社はアクアンティア社の買収を完了しましたアクアンティアはいち早く10ギガビットコントローラーを製品化するなど自作市場でも知られた存在マーベラは今回の買収によりこうしたマルティギーグインサネット コントローラー技術に加え、同社が手掛ける最先端の車載ネットワーク技術を獲得する。マーベルは車載ネットワーク市場について、2022年までに62%の大幅成長を見込んでおり、特に同社の車載ネットワーク技術を高く評価。レベル4及びレベル5の自動運転に必要な高速ネットワーク技術を確保することで、グローバル規模のシェア獲得を狙っている。そして次の買収が、カビウムインク半導体プロセッサー53.7ミリオン、約60億円ぐらい。 2018年7月6日、当社はカビウム社の買収を完了しました。カビウム社はネットワーク、通信、ストレージ、セキュリティアプリケーションのための有線無線インフラ及びクラウド向けのインテリジェントな処理を可能にする高収積の半導体プロセッサーを提供しています。これは株価が上がる理由がわかりました。将来有望そうな半導体の会社をどんどん買収してるんですね。投資家は赤字であっても IPO にはこういった大きな買収をしてほしいんですよね。これは株価も上がるわ。子会社は こんなにたくさんあります。タックスヘブンのバミューダケ営マンが多い。バミューダで法人化しましたが、アメリカに登記を移動させたようです。そして直近の7月決算は、売上が48%上昇。営業損失は151ミリオンダラから277ミリオンダラに拡大。 これは買収の費用が含まれているとのこと。そして赤字拡大。赤字ですし、買収額が1兆円超えなので、借り入れもかなりあるんですが、銀行からお金を借りる信用力があるようなので大丈夫そうです。また思ったよりも、買収先のビジネスが凄そうで驚きました。半導体は今後も需要が増えていくので、悪くない会社でした。それで乱高下は激しいんですが、レバレージをかけるなら、信用取引や CFD ではなくて、レバレージ ETF がいいと思います。 その中でも、レバレッジナスダックではなくて、これからも世の中の中心となっていく、半導体レバレッジの方がいいと思うんですよね。レバレッジナスダックは、もう古い。ということで、30%、50%の下落にも耐えられるなら、下落した時に SOXL を買うといいんではないかと思います。もう一度言いますが、下落した時に買わないと、痛い目に合いますよ。ということで、投資は自己責任でお願いします。今週も、頑張っていきましょう。それでは、さようなら。 来年1月から新しいオンンラライン会計クラススタート来月末から応募するので連絡が欲しい人は「WWWFINANCEWITHHANAKO.COM」の応募連絡希望にサインアップしてね高校生でもわかる米国株オンライン会計クラス週末に1時間のライブレッスンで決算書を読めるようになるクラスです初心者大歓迎この会計クラスは YouTuber に頼らない自分で株を選べるようになる」をモットーにしています レッスンでは今話題のアメリカの会社の直近の決算書を使って勉強しますプレミアムクラスは1年のコースでアメリカの大学で会計クラスを取るときに必ず最初に使うテキストブックを使っていますテキストブックは英語ですが日本語のレッスンメモ付きでライブレッスンをします簿記も学びます簿記のコンセプトは日本の簿記と同じですのでこれから簿記を勉強する方にも役に立つと思います米決算書基本コースは半年のコースで簿記は学ばずにアメリカの決算書を理解できるようになるクラスです そして実践コースではプレミアムコースを終了した方もしくは基本的な会計を理解している方のためのクラスで毎週1つの会社を一緒に分析していきますライブは YouTube の限定公開リンクを使っていますライブに出れない方は録画で OK 質問はライブ中にコメントでまたはディスコードでしてもらっていますディスコードでは同じ目的を持った仲間と投資や会計について話し合っています詳細は概要欄のリンクから 英語の小説を読みたいなら英語を学ぶ決算書を読みたいなら会計を学ぶこのクラスでは英語の会計用語を学びながら会計を学びます。花子はあなたを待ってます